はい、どうも、B-Boy 大丸です。はい、今回なんですけど、今回またね、トーマスのつなぎちょっと紹介していこうかなと思います。で、そのトーマスと何を紹介するかっていうと、クリケットですね。はい。で、トーマスクリケットなんですけど、まぁ、ちょっとね、両方の技できる前提でちょっとね、今回はね、話していくので、まぁ、ちょっとそういう風に進めさせてください。ちょっと今からトーマスクリケットとクリケットトーマスの方、見せたいと思います。トーマスからいきます。これがトーマスとクリケットのつなぎ技です。はい、トーマスとクリケットのつなぎなんですけど、まず最初にちょっと簡単な方からやっていこうかなと思います。で、多分自分が思うにそのクリケットトーマスからやった方が簡単なのかなと思うので、先そちらの方を説明したいと思います。で、練習方法としましては、もうこのチェアからトーマスに行く練習ですね。人型チェアから、こう、トーマスに行く練習をやってください。でもこれウィンドミルの時も教えたんですけど、ウィンドの時は頭ついた方が楽ですよって言ったんですけど、これは頭つかないで、その腕の力だけで行くので、ちょっとね、辛いかもしれないんですけど、挑戦してみてください。で、まずコツなんですけど、コツとしては足は両方開いたままの方がいいですね。で、あとこの腰をちょっと浮かせて、浮かせた時に逆手ついて、こう逆手で支えるんですよね。こう逆手で支えて、腰上げると。チェア刺さってる手もグッて上げて、そのタイミングで足振るっていう形になります。ちょっとね、こんな感じでやってみてください。こう腰上げて、こう足振ると、こんな感じになりますね。これ多分、クリケットもトーマスもしっかりできる人なら、すぐにできると思うので、練習の方ね、頑張ってみてください。はい、で、次なんですけど、次その、トーマスからクリケットに戻すときの練習方法なんですけど、まず、トーマスからなんで、僕コツとしては、最初こう足振って、ここで、まずここの足キープします。ここの足をしっかりキープして、左手で支えて、で、こっちの足を引いてくると同時に、チェアを刺すんですけど、腰をなるべく水平にする感じですね。地面と水平になるような形で、トーマスの足振ってみてください。それでチェアを刺すという形ですね。ちょっと一回、やってみます。ちょっとゆっくりやります。トーマスから、こう、またですね。ちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、体を水平にしないと、ちょっと刺しにくいと思うので、腰高い位置から一気に刺したりすると、結構、お腹に負担かかっちゃうので、ちょっと危ないのでね、そこはちょっと注意してほしいなって思います。トーマスクリケットのコツなんですけど、まず、足ですね。足は、こう引くって言ったんですけど、ちょっとクロスするぐらいがいいですね、足。こんな感じで。できる人は、こうでもいいんですけど、ちょっとクロスするとやりやすいと思います。で、あと、トーマスからクリケット刺すまでは、体を回転させないように、やってください。ちょっとクリケットに行ってから回転するっていう形でやるようにしてください。ちょっと一回やってみます。トーマスから、ついてから回るという感じですね。もう一回やります。トーマス、回るって感じですね。こんな感じで、意識してやってみてください。この、軸手が地面について、肘が刺さったら、回るっていう感じですね。で、だから、左手で遠心力をキープして、軸手がついて、肘が刺さったら、その遠心力を全部右手で回転させてあげます。で、逆手ついて一回クリケット跳ねて、そのチェア刺してトーマス行くっていう形ですね。こんな感じでやってもらえると、
いいかなって思います。はい、次にクリケットからトーマスなんですけど、ちょっとチャレンジしてほしいなっていうものがあって、なんていうか、ジャックハンマーできる人だけでいいんですけど、ジャックハンマーから逆手を使わずにトーマスに上げれるかどうかっていうのをね、やってほしいんですけど、ちょっとジャックハンマーできる人には挑戦してほしいなと思います。ちょっと一回自分もやってみます。こんな感じで、一回しかできなかったんですけど、結構ね、タイミングが難しいんですけど、そのジャックハンマーで、その沈んで、押し上げると同時に足を振るっていうやり方ですね。でもジャックハンマーできてトーマスもできる人なら、いけると思うので、ね、ちょっと、頑張ってみてください。はい、はい、トーマスとクリケットのつなぎのおさらいなんですけど、まずそのクリケットトーマスの時はしっかりその人型チェアからトーマスを振れるようになるという感じですね。多分2つの技できる人ならすぐにできると思うので、ね、そんなに僕心配はないかなと思います。で、あとそのトーマスからクリケットに戻す時はちゃんと足のキープをすることですね。キープして左手で逆手で支えてあげると。でそこでチェアを刺してから体を回転させるっていう形ですね。その時にちょっと足は引くんですけど、ちょっとこんな感じで、ね、クロス出せる感じで引くといいかなと思います。こんな感じで、気持ちいい。多分足の形、僕がやりやすいのはそのクロスさせるやり方なので、皆さんやりやすいやり方あるんでしたら、とりあえずそのチェアを刺すというところまで頑張ってね、トライしてみてください。あとそのできる人はジャックハンマーできる人はちょっとね、ここから片手でトーマスに上げるのもちょっとねやってみてほしいなと思います。今回は以上になります。また高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。はい。これで動画の方を終わりたいと思います。ありがとうございます。